ヒノキオと別れたかぐや姫はいじめてくれる相手を探します。強くて賢くて頼りになるご主人様に叩いて殴って縛ってほしい。どんなに私が抵抗しても強い腕で押さえつけて有無を言わさず征服してほしい。自分よりも強い人、それがかぐや姫が求めるご主人様なのです。痛みと悲しみは似てるのに、私理想が高いのでしょう。これでは体のほてりが収まりません。昔のことを思い出した。私はいつからいじめられたいと望んでいたのかしら。やってやる。私は生まれつきこのようなみだらな性格だったのかしら、それとも成長してからかしら。これでは体のほてりが収まりません。おじいさんとおばあさんと暮らしていた頃はこんな思いは抱かなかった。俺らら
れたら困ります。多分殿方たちに見初められてから私はおかしくなったのです。正義に比例する。胸がドキドキしますね。ああ、ときめきが止まらない。まだ終わりたくない。乗ってきましたわ。これでは体のほてりに収まりません。全て灰に変える。
無力化します。私を見る卑しい目、私を欲する獣の目、その視線にさらされて私は初めて快感を覚えました。浅ましい、強い視線に苛まれ、醜い欲望を突きつけられて、私を求めるその欲望がたまらなく気持ちよかったのです。浅ましい、月に帰りたくなどなかった。もっともっと眠めつけられて、強い腕になぶられていたかった。少しだけ力を強めますね。
もしあの時地上に残れていたら、月に帰らず地上にいた私には別の物語があったのかしら。力の差は歴然。信じられない光景を見て、かぐや姫は目を見張りました。どうして私がそこにいるのでしょうか。もう一人のかぐや姫は優しくたおやかな笑みを浮かべています。竹から生まれたかぐや姫、もしかしたらもう一つ赤子を抱いた竹があったのでしょうか。その通り、本の数だけかぐや姫はいるのです。申し訳ありません。変態はやめてください。でも、いじめられたそうな顔してるよ。わかりました。もう一人の自分はとても満足げな顔で倒されました。だってそうでしょ、思う存分いじめ抜いてもらったのだから。ずるい。かぐや姫は顔をしかめます。私だってもっとなぶってほしかったのに。ああ、いっそのこと倒れた私のように闇に染まれたら、私は私にいじめてもらえるのでしょうか。